隣の花咲さん、今晩戻ってくるってさ。誰？お化けだよ。では、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。何やってるの？どうしたの？私今日ちょこっと用事あっから。だから今日これから私の後ついてこないでね。なんで？ねえ、なんで？絶対ついてこないでよ。こんにちは。あー、おい、なんで俺らの遊び場へよその子を連れてきちゃうわけ？私のせいじゃないよ。まあまあ、みんな仲良く。やなこった。君、内地から来たんだって？内地から来たのになんで内地を知らねえんだよ。まあ、とにかく落ち着いて。夏休みの間ずっとこっちにいんのかい？うん、僕レイって言うんだ。よろしくね。俺様はハヤト、勇ましい人って書くんだぜ。こっちはミチ、彼女もナイツから来てんの。じゃあ僕と同じ？でもミチは去年までこっちに住んでたからちょこっと違うんだわ。そうなんだ。ねえ、僕ナイツから来たのって聞かれたけど、内地って何？本州とか九州とか北海道以外のことだべさ。じゃあなんで内地って言うの？悪いけどそこまでは知んないよ。ま、他にもわからないことが出てきたら遠慮せずに僕に聞いてね。けっ、都会っ子だからって言いふりこきやがって。なんだそれ。お前何しにこの町に来たんだよ。何しにって言われても。じゃあ俺の子分になれよ。なんだそれ。この木ってもしかするとクワガタの木かな。何かいるかな。何もいないや。よし、これをコリボンにあげればいいんだ。はい、ミルクだよ。コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。
ねえ、ここにいる子たちはみんなお友達なの？そうだよ。レイ君だけ6年で、他の2人は私と同じ4年生。みんな鼻歌唱なんだ。鼻歌、鼻歌、鼻歌、小学校。じゃんじゃん。名曲だ。でも、みちだけ去年引っ越しして、内地の板橋区なんだわ。そうなんだ。ゴム飛びしよっか。じゃあちょこっとゆっくりやるからね。タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押すんだよ。1、2、3、はい。スイカはやっぱりおいしいぞ。種種どこまで飛ばそうか。食べれるところは赤いぞ。皮まで食べたらギリギリス。ちょこっと失敗したけど、なかなかやるじゃない。あれ？この船は誰のだろう？船に乗ってみたい。そう思ったが、動かし方がわからない。
何かいるかな。やったね。ガキンチョたち、ご飯できたよ。ねえ、川に船があるけど、あれは誰の船なの？ああ、あれはあそこで働いてる船頭さんがいるんだわ。若いのにキックラ戦記になってしばらく休んでんの。どうやらここにはすごい名前の病気があるらしい。じゃ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私、この後ちょこっとめぐみさんとこ行ってくるね。おや、札幌のお土産が目当てかい？まったく呆れたやつだな。そうだ、ボク君も一緒に行ったでよ。こんばんは。あ、おばんです。おばんでした。もう来たのかい？私が帰ってきたのすぐ分かった？うん。あれ、その子は誰？僕は僕。どういう関係さ？無関係です。そりゃ大変だね。はい、お土産。ねえ、おばちゃん、僕一人でここに遊びに来てもいい？たった今ダメになったわ。じゃあ、おやすみなさい。なんだか夜になると少し寒いね。ねえ、あんたって小さい頃うちに遊びに来た時のこと覚えてんの？え？覚えてないけど。一つも？なぜかその時私は嘘をついてしまった。あ、ちょっとだけ覚えてるかな。大事なこと？うん、そうだね。へえ、そっかそっか。私、トマトって大好きなんだ。なんで？赤いから。なんだそれ。
絵日記書いて、おやすみなさいしよ。うん、すごい。おばちゃん、ベルサイユのバラ、おやすみなさい。私を連れてってよ。去年の上演から人気の衰えることを知らないですよね。これを聞いている人の中にも私と同じ気持ちの人はたくさんいるはず。羨ましい。まあついていくわけにもいかないので、トウキビ娘さん、行ってらっしゃい。お土産話お待ちしています。ではもう一枚同じな。